陳方、安城陳方安政は、香港の元政務士長である。本名、方安政。夫、陳大社会の姓である、陳を名前に関している。通称は、安ン,ソンマリア・エリザベス・チャンファンウンさん。上海系の名家の出身。1962年、香港大学英文学科を卒業し、政務主任として、香港政府に入った。 大学卒業後の1963年、高科香港補助警察隊総監であった、賃貸栄と結婚。1993年、営業香港最後の総督クリストファーパッテンにより、歌人として初めて、布政治に任命された。香港市民の間では、香港返還後の行政長官になることを望む声も高かったが、実現しなかった。 香港返還後は、当県下行政長官の下で、政務市長に就任した。クリストファーパッテン総督は、その統治時代に、優秀な女性官僚を局長クラスや部長クラスに抜擢して、彼女を筆頭に、女性の政府交換が目立ち始め、彼女たちは、手袋党と呼ばれた。しかし、当行政長官が、自身の側近を独自に登用し、 トップダウン型の政策決定を好んだため、陳方安城は、従来の公務員主導の政策決定を尊重するよう求めて、しばしば、東京政調官と対立したと言われる。こうした事情もあり、2001年に政務市長を辞任し、公務員を引退した。その直後、東京政調官は、自身の権力を強化するため、交換問席制の導入を図った。 東行政長官が不人気であったため、引退後も香港市民の間では、彼女の人気がある程度残っていた。そのため、香港の民主派は2007年の行政長官選挙における候補者として、彼女の出馬を期待していた。彼女も行政長官選挙への出馬を考慮していることをほのめかしたが、結局、参戦を断念した。ありがとうございます。